では、入れ子損技の借り込みによる単一文書要約手法の文献紹介を、自然言語処理研究室の稲岡由美人が発表します。まずはじめに概要について、この論文の概要について説明します。要約において、まあ、過去にこれまで用いられてきた従来手法として、その文章の中の、単語間の文の中の単語間の関係を利用して、その文を圧縮するして、その要約を行うっていう手法があるんですが、その手法では、文と文の関係には着目せず、あくまでその文の中の単語間の関係を利用するっていうのが従来手法としてあります。で、この論文の、提案手法としては、その文章をその文と文の間の関係や、その単語と単語の間の関係、依存関係をと表すその入れ子依存義っていうものを用いて要約を行います。で、その入れ子依存義の単語重要度の和っていうのが最大となるように、最大となって、かつ、まあ、長さが決められた長さが短くなるように、木の刈り込みを行っていって要約を行います。で、この手法によって要約精度が向上したというのが、まあ、この論文の概要です。まずはじめに要約の中でも、その抽出型要約というものを説明します。その抽出型要約では、文章を文、節、単語などの集合とみなして、そのそれぞれ その、まあ、いずれかの その部分集合の選択によって要約文章を生成していきます。で、その抽出型要約においては、一貫性、網羅性と、あと、要約長の要約後の文章、文の長さ、要約後の文や文章の長さに、まあ、柔軟に対応する必要があります。まずはじめに、その一貫性について説明します。要約における一貫性というのは、その原文章の対話構造を保持した要約ということを意味です。で、もしその対話構造を保持せずに要約した場合、原文章が意図している内容と意図していることと違う解釈を誘発する要約を生成する可能性があります。で、要約において習字構造理論っていう、RST と呼ばれるものが利用されるんですけれども、その中で、それでは、文章の対話構造を、まあ、きれい表現するといったものです。で、その文書中の、その RST における文書中の最小単位っていうのは、まあ、EDU というのは節に値するものなんですけれども、まあ、この節に値する、その EDU っていうのが要約において必ずしもその最小単位として、単位として用いるべき構図、単位であるとは限りません。次に、その網羅性について説明します。まあ、網羅性とは、まあ、言葉の通り、原文書の重要な内容を網羅しているかっていう、まあ、性質になります。で、この網羅性については、整数計画問題として考える研究が、盛んに行われています。で、整数計画問題として考えた場合、特にその元文書の重要な元文書からその重要な単語や文節などのその部分集合を選択する問題として考えます。で、その整数計画問題のと考えた場合の目的関数は、その部分集合が原文書の情報を、まあ、なるべく被覆するようなものが設定されます。次に、その要約の網羅性と要約長の関係について説明します。要約において文を抽出単位とすると、まあ、要約文書として非常に短いものを求められたときに、その情報の漏らせっていうのが著しく低下してしまいます。そのため、文を抽出するだけでなく、その文を圧縮するといった2つを組み合わせるアプローチが考えられています。その文圧縮というのは、その文の中の単語や句を削除することによって、まあ、長い文を短くするといったものです。で、この文抽出と文圧縮は、
抽出した後に圧縮というのではなく、まあ、同時に行う、まあ、アプローチでの研究が盛んに行われています。次に、まあ、本論文で提案している入れ子要約に用いる入れ子依存技について説明します。まずはじめに分解依存技について説明します。その分解依存技というのは文章の中の文と文の間の依存関係を表す記です。下の図で言いますと、この大枠の四角が文を表していて、大枠の四角の濃度がその一つ一つの文を表しています。でその文と文の関係を、まあ、木で、まあ、表現しています。で単語間依存技というのは、その文の中の、その単語文の中の単語間の関係依存関係を表しています。で、入れ子依存技というのは、その文の文と文の間の依存関係を表す木の濃度の中にさらに、まあ、単語同士の依存関係を表す木が入っているという、まあ、二重の構造になっているようなこの木を、まあ、入れ子依存技というふうに呼びます。で入れ子依存技の場合、入れ子依存技ではその入れ子依存技の中の、まあ、文と文の間の関係を示す分間依存技の、まあ、根はその元の要約前の文章の、まあ、根と、まあ、一致するのですが、単語間依存技の場合は必ずしもその根がその卒に定まっておらず、その定めることはせず、まあ、任意の単語が、まあ、根となるように、まあ、考えて行います。これはその制約を設けることによって、その網羅性が低下、網羅性が向上するのを妨げるというふうにならないように、それを防止するために、まあ、そのような制約を撤廃しています。次にその入れ子依存技を構造していく構築する流れを説明します。まず、従来用いられている RST の木構造をまあ、EDU っていう、まあ、さっき説明した節間の、まあ、依存技に変換します。でその変換した、この図ですね、この変換した後、その各その複数の EDU が、まあ、一つの文を構成するんですけれども、その上の EDU 間依存技を、まあ、分間依存技に変換するといった、こういう2段階の変換によって単語間の依存、濃度の依存技を、まあ、構築します。でその文の中でも、まあ、まだ単語間の関係を調べる必要があるんですけども、それは、まあ、依存構造解析というものを用いて依存技を獲得します。でこの論文で、行われた評価実験について説明します。この論文の評価実験では、テストセットとして RSTDT の要約評価用テストセットを利用しています。でそのテストセットの中では、原文章 の25% の長さのロングというものと 10% の長さのショートというものの参照要約というものが入っていて、そちらを使用しています。で比較章としては、その最初要約に用いる単位を、まあ、EDU 単位、 EDU ごととその文を単位、まあ、単位とした、まあ、2つの要約手法を比較します。でテストセットの中には、習字構造が人間の手によって振られているんですけども、そちらを、まあ、使用した場合と、あとヒルダと呼ばれる解析機を使用して自動で解析を行った場合の2つの場合を説明、比較しています。で評価実験における目的関数というものが、その図の左側の示すもので、こちらを最大化するような機を構築します。でその中でも、その中で、単語の重み付けっていうのを行っていくんですけども、これがその右の図で示されるような式です。で各その中に出てくる文字の意味はこのようになっています。まずはじめに、
データセットの中、テストセットの中の数字構造、人間の手によって増やした数字構造っていうものを用いた場合の結果について説明します。まあ、この結果を見て分かるように、その任意部分岐っていうのが、あの一番ある任意部分岐っていうのが、その根を、まあ、定一つに定めずに どれも根になりうるような木の選択 の選択の仕方をするのが任意部分岐でしたが、その制約を設けた場合なんですけども、その2つを比較したとき、まあ、いずれの場合においても特に差はないというふうになっています。で、短い要約である、まあ、ショートの方を見ると、この左から1番目と3つ目のショートを見ると、その全ての場合において、優位にスコアが上回っているということが分かります。で、ロングの場合は、その原文書からの圧縮率が低いため、緩いため、その大きな差が現れていないという結果です。ただし、文を単位として選んだ場合、まあ、文選択というものなんですけども、文を単位として選んだ場合は、まあ、スコアが低くなっていて、まあ、文よりは小さい単位で抽出することが必要であるということが分かります。で、下から、そのリードっていうのが2つあるんですけども、このリードっていうのは、まあ、制約としての要約の長さが、まあ、指定されたときに、その元の要約前の文章から、その指定されたその長さだけ先頭からただ取ってくるだけっていうのがそのリードです。これは、まあ、ニュースなどにおいては、まあ、先頭にその要約に近いような文や文章が配置されているっていうので、まあ、ニュースであったりすると、まあ、この値がスコアが高くなったりするんですけども、まあ、今回使用したテストセットがそのようなものではなくて、エッセイであったり、するため、まあ、値はそれほど大きくないっていうことが分かります。次に数字構造を解析キーを用いて、まあ、導き出した時の、まあ、結果を説明します。で、こちらは、上がそのテストセットに含まれるその関係を、まあ、利用した場合の結果でしたが、その解析キーを使用した場合の結果ですが、EDU の場合のは、まあ、いずれの場合においてもその解析を使用した場合の、まあ、スコアっていうのは低下しているんですけれども、その特に、提案手法の場合においては大きく低下しているのが分かります。これはその依存関係の距離が、まあ、遠くなっているので、その分解析に失敗しやすいっていうのが原因であると考えています。で、ただし、そのショートの方においては、まあ、いずれにおいても、その低下も考えても、スコアは高い、比較した時のスコアが高いものとなっていて、まあ、有用性はあるというふうに言えます。と、次に、その分解依存期の情報を、まあ、利用するかしないかについてのによる違いを説明します。で、まあ、上が先ほどのスコアと同じで、その下から3つ目、2つ目、1つ目がその、一番上のその、上から3つ目がその木の構造の深さの情報を用いない場合に、まあ、どのような結果になるかというので、その1つ下がその日はその解析キーを用いた場合で、一番下がその木の深さの情報だけじゃなくて、その単語の頻度の情報も、まあ、用いなかった場合の結果です。で、この結果をスコアを見ても分かるように、その木の深さの情報っていうのが、その単語スコア、単語の重み付けを行う上でのパラメータとして重要であるっていうのが、この結果から分かります。
と最後に部分行を抽出する際にその根をあと単語部分行を抽出する際にその根をどこにするかっていうのをその制約ありなしで考え比較した場合の結果はこちらです。こっちその2つ先ほど説明したんですけれどもその制約の有無っていうのが有事の値にあんまり影響しないっていうのが、まあ、数字上では、まあ、そうだったんですけど実際にそので予約結果を見たらどういうふうに違うかっていうのがこちらの結果です。でその上2つ目がその上から2つ目がその制約付きの部分義抽出になっていてその一番その3つ目がその制約がない状態での部分義抽出です。これを見ても原文を見たら分かるんですけれども目的節部分っていう原文はその目的節部分に、まあ、より多く重要な情報が入っているっていう場合で任意中部分義抽出ではその節の部分を、まあ、うまく取ってくることができているっていうので、まあ、そのような原文の場合は、まあ、この制約その手法が抽出手法が、まあ、有効である有用であるっていうことがこの結果から分かります。最後にこのまとめを説明します。で入れ子依存業を構築して分かり込みを行っていくようにまあ、要約手法によって、まあ、流順の値が考慮したっていうのがまとめです。で、その一つ前にあったんですけどもその根にこだわらずその部分業を抽出するっていう手法が、まあ、先ほどの例でもあったように、まあ、有用であるっていうのが、まあ、分かりました。で最後にその解析器、まあ、習字構造解析器を用いたときに、その、流順値がどのように変化するかっていうのが確認することができました。以上で発表を終わります。